奈良崎龍、奈良崎龍、奈良、崎龍、天保十二年六月六日、八百四十一年七月二十三日、明治三十九年、千九百六年一月十五日は、江戸時代末期、幕末から、明治時代の女性。名は一般に、お良と呼ばれることが多い。中川の宮の寺位であった父が死んで困窮していた。頃に、坂本龍馬と出会い妻となる。 薩長同盟成立直後の寺田屋遭難では、彼女の起点により龍馬は危機を脱した。龍馬の負傷療養のため、鹿児島周辺の温泉を二人で巡り、これは日本初の新婚旅行とされる。龍馬の暗殺後は各地をル天の後に、大道商人、西村松兵衛と再婚して、西村鶴を名乗る。晩年は落泊し、貧窮のうちに没した。天保12年。 1841年、医師の奈良崎進む作とただし、または、夏の長女として、京都富の工寺六角付近で生まれた。遺説では、実父は西陣織を扱う商人で、小作の幼女になったとも言う。妹に、次女、水江、三女、君、君江、弟に、大一郎、賢吉がいる。奈良崎家は、元は、長州の私分であったが、お流の祖,祖父の代に、 主君の怒りを受けて、老人になっていた。父の小作は、少年院宮の寺位であったため、お竜は裕福な家庭で育ち、生け花、コードを、茶の湯などをたしなんだが、水事は苦手だった。しかし、勤農家であった父が、安政の大国で捕らえられ、斜面後の文久2年、1862年に、病死すると、残された家族はたちまち困窮し、家具や衣類を売って、 生活をするようになった。母が悪者に騙されて、妹のキびが、島原の舞子に、三枝が、大阪の女郎に売られると知ったお竜は、着物を売って金を作ると、大阪に下り、刃物を懐に抱えて死ぬ覚悟で、男二人を相手に、殺せ、殺せ、殺されにはるばる大阪に来たんだ。これは面白い、殺せと単価を切って、妹を取り返した、武勇伝は、この頃のことである。 その後、お竜は七条新地の旅館、仙岸で働き、母、帝は、宝光時代仏殿近くの天中組の残党を、含めた土佐藩出身の尊上派志士たちの隠れ家で、まかないをするようになった。龍馬とお竜は、源氏元年、1864年頃に出会っている。後年のお竜の解雇によると、龍馬と初めて会った時に名前を聞かれて、 紙に書くと自分と一緒だと笑っていたという。お竜に惚れた龍馬は母、帝に、お竜を妻にしたいと申し入れ、帝も承知した。同年6月の池田屋事件の際に、大仏でも合津藩の手入れがあって、家財道具も没収されてしまった。大仏騒動一家は困窮し、龍馬は、日々、食うや食わず、実に哀れな暮らしであったと述べている。これらお竜の境遇について、 龍馬は姉、乙女にあげた、慶応元年9月9日付の手紙で詳しく書き送り、彼女を誠に面白き女と評している。お龍の後年の回想によると、同年8月1日に龍馬とお龍は内周言をあげた。各地を奔走していた龍馬は、懇意にしていた伏見寺田屋の乙瀬にお龍を預け、お龍は、お春の変名で、乙瀬の娘分になった。 この時期についてお竜は、龍馬と二人で歩いていたら新戦組と遭遇し、龍馬が慌てて隠れてしまった話や、霧の年明に寝床を襲われた話などを、後年解雇している。また、新戦組局長の近藤勇が、お竜に化装して、串やかんざしを買ってきたりしたという話も伝えている。慶応2年、1866年1月22日、龍馬の仲介もあって、 殺鳥同盟が成立した。その翌二十三日、龍馬は、護衛役の長府藩士、三好晋三と、寺ヶ谷に投縮していた。その晩、入浴していたお竜は、総外に、多数の堀がいることに気づき、とっさに、合わせ一枚を羽織って二階に駆け上がり、龍馬と三吉に通報した。お竜の起点により、龍馬と三吉は、不意打ちを受けることなく応戦し、 負傷しつつも過労じて脱出できた。寺田や遭難を龍は、龍馬たちを家屋の裏木戸から逃がしたが、裏木戸には大きな石を乗せた漬物層があり、それらをどかして逃げ道を作った。後日を龍が確かめると、そうと石は到底動かすことができない重さだったそうである。龍馬はこの事件の天末を、慶応2年12月4日付の手紙で、兄、 剣イラに詳しく報告し、その際にお竜のことを、名は龍、今は、妻ですと紹介している。また、姉、乙女宛の手紙では、このお竜がいたからこそ、龍馬の命は助かりましたと、龍への感謝の気持ちも、表している。寺田や遭難で龍馬は、領主死に重傷を負い、西郷隆盛の勧めもあって、刀傷治療のために、薩摩へ下ることになった。 龍馬とお竜は3月4日に薩摩本線、三国丸で大阪を出版した。戦場で龍馬は天下が静まったら、帰船を作りしらえて、日本を巡ろうとかと言い,い、お竜が家などいりません。船があれば十分です。外国まで回ってみたいですと言い返すと、龍馬は突飛な女だと笑い出した。後でこの話を聞いた、西郷も、 突飛な女だから君の命は助かったとお笑い、したと後年、お竜は回想している。船は十日に、鹿児島に到着し、龍馬とお竜には、薩摩藩士、吉井康介が堂々して、温泉療養に向かった。一行は、日向山温泉、塩浸温泉に行き、犬飼滝を見物したり、山に入って、拳銃で鳥を撃ったりして過ごした。また、 霧島山の頂にある天の坂鉾を見るために、高千穂峰を登ると、龍馬とおりは同行していた、田中吉兵衛が止めるのも聞かずに、坂鉾を引き抜いてしまいたずらまでした。この薩摩旅行の様子を、龍馬は、慶応2年12月4日付の姉、乙女宛の手紙で、絵図入りで詳しく書き記している。また、明治になってお龍も、この旅行についての解雇談を残した。龍馬を、 初めて世間に紹介した、坂崎志蘭の完結地里5までは、この旅行を西洋人がする骨、ムーン、羽ネムーンと結びつけて説明しており、現在では日本最初の新婚旅行として知られている。同年6月、傷が癒えた龍馬は第二次長州征伐で幕府軍と戦う長州へ向かうことになり、お竜は途中の長崎で下船し、 小根栄四郎家に預けられた。翌慶応三年、1867年2月10日、龍馬は、下関の伊藤助太夫家を借りて、亀山社中、後の海援隊の拠点を置き、お龍はここで、妹、君と日々を過ごすようになる。下関滞在中、龍馬とお龍は、岩流島で花火を打ち上げたり、歌会に出席して楽しんだ。同年5月28日、龍馬はお竜へ、 イロハマル事件の経過報告と共に、彼女を気遣う手紙を送っており、これが現存する、お竜宛ての唯一の手紙である。お竜と龍馬が最後に会ったのは、同年9月に下関に寄港した際であった。海援大使、安岡金馬の子、重雄、周報は、この時期のお竜について、龍馬は続婚惚れ込んでいたが、海援隊の同志たちは嫌っていた。 聖域で龍馬を傘に着て、同志たちを花風に見たがっていたと述べている。土佐藩士、佐々木隆之は、お竜のことを、有名なる美人なれども、剣婦人なるや、否やは知らず、善悪ともに剣塗るように思われたり、大変な美人だが、剣婦と言えるかどうかは疑わしい。善にも悪にもなるような女と評している。ちなみに、お竜自身は、龍馬の事業や仕事には全く興味がなく、 知らされるまで彼の業績を知らずにいた。すべてを知るのは明治政府から伝えられた時だったという。同年十一月十五日、龍馬は京都大宮で暗殺された大宮事件。龍馬の不法は十二月二日に下関に伝えられた。覚悟していたものの、お龍は髪を切って仏前に添えると大泣きしたという。龍馬との間に怖いなかった。後年、 お竜は龍馬が亡くなった晩に、血だらけの龍馬が夢枕に立っていたと語っている。龍馬の死後、しばらくは、寺田や遭難の際にも、龍馬と一緒に行動した三好心三が、お竜の面倒を見ていた。また生前の龍馬の意志により、妹、君が、海援大使の菅野各兵、衛、千谷虎之助と結婚し、慶応四年、1868年3月、お竜は、 龍馬の未亡人として、土佐の坂本家に送り届けられた。だが、坂本家での生活は長くは続かず、3ヶ月ほどで立ち去ることになる。龍馬の姉、乙女との不仲が理由との説もあるが、お竜本人は、乙女さんには親切にしてもらいましたと、後年語っている。不仲だったのは、義兄の剣平夫婦で、お竜は、後年の解雇団で、龍馬に下る。 報奨金欲しさに自分をいじめて追い出したと恨みことを述べている。その後、妹、君の突ぎ先である、秋軍和食村、原行地県秋軍芸生村和食の知屋や、菅の各米の実家の世話になったが、各米が海軍省へ出資して、米国へ留学することになって、千夜家にいられなくなり、明治二年、1869年中頃に、土佐を出ることになった。 出立する際に、龍馬からの、数多くの手紙は他人に見せたくない二人だけのものとし、すべて燃やすよう依頼しており、このためお竜宛の龍馬の手紙は一通を残してすべて、失われてしまった。お竜が一時期投竜した、原生村には、お竜と、君の銅像が混流されている。土佐を出たお竜は、寺田屋音とせを頼りに、京都へ行き、龍馬の墓所近くに用を結んで墓盛りをしながら、 暮らしていたが、やがて京都にも居づらくなり、東京へ出た。お竜は、東京で知人の勝海舟や西郷隆盛を頼り、同情した西郷は、金二十円を援助したが、ちょうど生官論に敗れて下野する時期で、帰ったら世話をすると約束されたものの、それきりとなってしまった。その後は、元薩摩藩士の吉井智美や、元海援大使の橋本九太夫の世話になった。 一方で龍馬の家徳を継いだ、坂本忠、高松太郎、小野淳介は、訪ねてきたお竜を冷たく追い返している。元海援大使の間ではお竜の評判は悪く、維新後に出世した者も少なくなかったが彼女を、援助する者は誰もいなかったと言われ、田中光明、元陸援大使で後に、宮内大臣にまで、出世の解雇団によれ、随意参会。 竹市半平から土佐巡難者を検証する会の会合で、お竜の諸愚が話題になった際にも妹向子の菅の各兵にまで貧困が悪く、意見をしても聞き入れないので面倒は見られないと拒否れたという。お竜は腹の底から親切だったのは、西郷と勝ちそして落とせだけだったと語っている。明治七年、八百七十四年、勝海州、または菅の各兵の紹介で、 神奈川塾の料邸、田中家で中井として働いた。田中家に伝わる話では頑固で、使いづらかったというが、この逸話の真偽も不明である。翌明治八年、1875年、西村松兵衛と再婚し、西村鶴となり、横須賀で暮らした。安岡周法や中城中後、各兵衛の名の証言によれば、西村松兵衛は、元は、五福祉の赤旦那で、 寺田屋時代のお竜と知り合いであり、維新の道乱寺に家業が傾き、横須賀に移り住んで大道商人をして、生計を立て、各衛の家にも出入りしていたため、各衛、または乙瀬の世話で、お竜と結婚ることになったという。また、両帝田中家で仲居をしていた時に松衛と知り合ったという話もあるが、これも真偽も不明。松米との入籍後に、母、帝を引き取り、 妹、三枝の子、子松之助を養子とした。明治二十四年1891年に母、と養子、松之助を相次いで亡くしている。明治十六年1883年、土曜新聞に掲載された、坂崎志蘭の完結地里ごまがベストセラーとなり、それまで忘れられた存在だった、龍馬の名が広く、世間に知られるようになった。だが、 同書は、伝記としては事実ごににや、創作の多い内容で、お流も、誤竜が多くて悔しいと語っている。このため、安岡修法や川田幸山が、お流宅を訪ねて、聞き書きを表した。安岡の著作が、明治三十二年、1899年から翌三十三年、1900年に、雑誌、文庫に掲載された、半言庫、俗半言庫、 維新の残務であり、川田の著作は、明治三十二年に、土曜新聞に掲載された、千里ごまごじつ丹、千里ごまごじつ周囲である。お竜は、千里ごまごじつの最後で、龍馬が生きていたなら、また何か、面白いこともあったでしょうが、と語っている。明治三十年、1897年に、安岡周報が訪ねた時にはお竜は、 横須賀の狭い貧乏長屋で暮らしていた。晩年はアルコール依存症状態で、よっては私は龍馬の妻だと松兵衛に絡んでいたという。夫に先立たれた妹、三枝がお竜を頼るようになり、三人で暮らすようになったが、やがて松兵衛と三枝が内縁関係になり二人でお竜のもとを離れて別居してしまう。お竜は退役軍人、工藤外太郎に、 保護されて、寄席を送った。日露戦争開戦直前の明治三十七年、1904年、ヨシ皇后の夢枕に、坂本龍馬が立ったという話が広まり、再び龍馬が注目を集め、お竜の存在も世間に広く知られるようになる。明治三十九年、1906年1月にお竜が、帰徳に陥ると、皇后大部、香川慶造、元陸園大使から、 お見舞いの電報が送られ、井上義香大将が救護の募金を集めている。同年1月15日にお竜は66歳で死去した。墓は、横須賀市大津のがらき寺にある。長く、墓碑を立てることができなかったが、田中光明や香川慶三の援助を受けてお竜の死の8年後の大正3年、1914年8月に、妹の中澤光恵が、摂取。 西村松兵衛らが三女人となりこの墓を混流し、母碑には夫の西村松兵衛の名ではなく、造成四位、坂本龍馬の妻龍子の墓と刻まれている。松兵衛はこの半年後に七十歳で死去した。また、龍馬の眠る京都霊山五国神社にも分骨された。二0 1年一月十五日横須賀市のしがらき寺にて、龍馬百四十三年ぶりに合同慰霊祭が、 模様された。山本直江、小松岡美、お竜さんは、私より10歳ぐらい年上のお方でした。明治の中年頃に落ちぶれて、横須賀に流れてきて、貧しい暮らしをしておられましたが、日露戦争の年68歳で寂しく死なれました。落ちぶれても、さすがに、品格のいい、キリッとした要望の人でしたよ。現今でこそ、坂本龍馬といえば、海軍の生みの親であり、 幕末の春欠として有名ですけれど、その頃は、帰り見る人もありませんで、ご気の毒でしたよ。器量の良い人であり、教育もある人でしたので、あちらこちらから再婚をしきりに進められて、海軍交渉御用商人の西村文平という人と、同棲数年に及びましたが、龍馬さんの面影をしたって、節操を辞したため、とうとう不縁となり、また元の独り身になって、 女神由衣の手伝いなどして、お酒に浸って傷ついた心を慰めておられました。お国のために尽くした人でもあり、その反省はお気の毒でなりませんでした。お竜の写真は、明治三十七年、一九百四年十二月十五日付、東京二十六新聞に掲載された、晩年の写真が唯一の新鋭である。この写真は、お竜宅を訪ねて、聞き書き、半言行、 俗半言行、維新の残務を表した安岡周報が撮影したもので、明治三十三年千九百年に雑誌、文庫に掲載された俗半言行の末筆で掲載を予告していたものである。俗半言行の末筆で安岡が玄関のお両夫人は、今回をもって初めて写真したるなれば、ぜおそらく天下の絶品ならむと述べていたこともあり。 若い時代のお流の写真は存在するはずがない。ところが、昭和54年、1979年に、大宮、井口信介家のアルバム、中井博久造写真アルバムから発見された女性の立ち姿の写真が公表され、また、セピア色の肖像幕末、明治名刺写真コレクション、伊桜直美著、朝日そのラマ、 2000年に掲載された椅子に腰掛けた女性の写真も、お竜の写真とされた。2枚の写真は一見して、同一人物のもので、浅草大大地の内田91の写真館で撮影されたとが判明している。新たに発見された写真には、否定的な意見も多く、新鋭か否かは判然としなかった。平成20年、2008年に、高知県立、 坂本龍馬記念館が警察庁科学警察研究所に鑑定を依頼したところ座り姿の写真と晩年の写真等スーパーインポーズ法により比較した結果同一人物の可能性があるとの鑑定結果が出された。しかしながらこれは平成8年1996年10月10日にソニー坂本龍馬研究会の鎌谷直樹が お竜2枚の写真として画像を分析した時の方法と全く同じであり、この時もコンピューターによる画像処理とその結果を報告書にして作家坂本龍馬研究家の宮地斎一郎に提供されている。この時は全身像の写真を左右反転して拡大し、顔の傾きなどを晩年の丸お竜の写真と同じように修正して2枚の写真を 比較検討しており、このやり方は科学警察研究所と全く同じ方法である。そして科学警察研究所は顔の輪郭と耳、目、口などの配置は2枚の写真のものは極めて似ている。これらの写真からは同一人物の若い人晩年のものであると言っても特に矛盾は生じないように思われるとして、両者は同一人物と判定でき得るものと結論付けているが、 これも、元系応義塾大学理工学部准教授の高橋新一の研究により、鑑定方法として間違っていると指摘されていい。このような経緯で、それまで座り姿の写真が、若き日のお竜の写真として扱われるようになっていたが、家系圏の人物否定方法に問題があるため、この写真はお竜の写真ではないと結論付けられた。また、木戸高義や伊藤博文の愛人だった。 えラかよではないかとする説もあるが、これも誤りである。平成25年、2013年、日本軍装研究会の平山進が、都内の古書店で、若き日のお竜とされた女性と同じ人物が写された名刺版写真を発見した。平山が発見した写真に写る女性は、座り姿の写真と同じポーズをとっており、片手の位置が違うだけの同一人物であるため、 このことからも若き日のお竜の写真はお竜とは別人の写真であるとが判明した。さらに全身像の写真についても他の複数の女性とコラージュされた名刺版写真が存在し、この写真の裏書きにはこの女性は土井奥方と記されているため、後にドイツ尺家の目掛けとなった女性であることまでは判明している。また、これ以外にもこの女性の写真と同じ写真が数点。 見つかっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。